おはようございます。黒バラ軍団のタクです。本日のターゲットホールは安田東池袋9号店さんです。朝一は約40人ぐらいの並びの中、入場番号は25番でした。本日の立ち回りなんですけれども、前日の下見の結果と、今までこちらのグループ店舗さんで別番組で収録させていただいた傾向を踏まえまして、おそらく角にあたりに、強い台が多いんじゃないかなと思う中で、昨日の下見の段階で上げ狙いで通用しそうな台が、何台かあるので、バジリスク、絆、北斗の拳、転生の章、狙い台が空いてれば朝一、この2機種から打っていこうかなと思っております。もし取れなかった場合、店内のリセット状況を確認しつつ、おきどきの、朝一狙いなども視野に入れて一日立ち回っていこうと思います。本日もしっかり勝てるように頑張っていきますので、応援よろしくお願いいたします。おはようございます。よろしくお願いします。はい、では朝一は北斗の拳転生の章の角台打っていきたいと思います。で、グループさんで他の番組やらせていただいている中で、角付近が強い傾向があったりする中で、この台がちょうど、連日スランプ見てるとへこみなので、この台上げ狙いで打っていこうかなと思います。はい、では、出目は変わってないんで、まずガップンチェックしていきます。でも周り見てると結構チラしてる人ガックンしてるっぽいんですよね。いきます、ガックンということなんで、これこのまま打っていきます。で、打ち出す前にちょっと周りの状況を先に見に行きたいと思います。今ぐるっと見たところ、朝一の台をそのまま打ち出している人が多いといったところで、リセットはおおむねかかってるんじゃないかなと思います。あとメイン機種に加えて、サブ機種というか、例えばサラリーマン番長などでも、角台だけ、やはり早めに埋まったので、 もしかしたら強い時は角台が強いんじゃないかとも思うんで、それを踏まえた上で、この後、しっかり立ち回っていこうと思います。111阿部氏、気をつけり。113阿部氏、おそらく今2回連続で引いた2回目の気をつけりですね。で帯赤、よしよし、見頃で当たったでしょう。はい、ということで獲得が335阿部氏。232阿部氏で当選で、残り216阿部氏ということで、投資が今250枚。多分あれですよね、1回目のチェリーで天波当たってて昇格したんかな、2回目のチェリーで。はい、ヒーローラン。僕も、今初当たり来たところにちょっと周り覗いてると、転生が19台あるんですけど、そのうちの、9台がおそらく2頃
以外に当たってるといったところで、まあ、朝一前日なら、まあ、全然ある光景ではあるんですけど、それでも2頃以内の振り分け考えると、もちろん設定がいい方が2頃以内に A でも B でも当たりやすくなるっていうところでは、今のところ天性の島の状況は悪くはない。ただその後、2発目がどんな感じになっていくのかっていうのをしっかり周り見ながら、気にしておきたいと思います。勝負玉4個ラスト、はい、ということで単発183枚でした。さあこれで当たってくれたらかなり青字ということで、2発目は108アベシ、残りも108アベシということで天国。よし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 、ほら黄色で本日2回目の立ち当たりです。勝負玉は6個2個消費で継続で2セット目です。勝負玉は6個です。3個消費で継続3セット目、勝負玉6個ラスト、はい、というわけで3セットで枚数引き継ぎトータル611枚。はい、会場なしで現在111アベシ。はい、では、2頃で当たりなかったので一旦周りを見に行きたいと思います。まあ、昨日の下見でもあのデータ見てなんとなくは思ってたんですけど、今日も時々も前立腺に近い状況なんで、まあ、朝もし狙いの場所付近が取れなければ時々の履正狙いしようかなと思ったんですけども、まあ、とりあえずお記録は今のところは、まあ、打つ機会は、まあ、良くも悪くもなさそうなんで、はい、そんな感じで他の騎士もどんな感じで設定入ってそうなのかは見ていきたいと思います。まあ、今一度周り見に行って、まだオープンして1時間も経ってない状態なんで、まあ、状況見えてないことも多いんですけども、あと転生が、まあ、朝一初当たり台早い台が多かった、そしてもうすでに初当たり2回目を引いてる台も結構あるので、まあ、そういう意味では転生はまずは状況はいいんじゃないかなと思うので、なのかって僕の台ももうすでに初当たり2回引けたりとかいう要素も見えてるので、とりあえず自分の今打ってる台を引き続け打っていこうかなと思います。
ゲーム1241ABC。はい、ということで712ゲームで1240ABC ぐらいですかね。ほとんど全長ないまま ABC 会場。はい、あ、ほら追加投資したんで総投資750枚。勝負玉4個。はい、単発の106枚。うん、やべ、シトチェリー、やべし、これで当たってもおかしくない。あ、こっちかデスアベシから手を払うとき。あ、手欲しいってますね。これラッキー、初っ端で13アベシから手欲しいはもうめっちゃいい手欲しいですよ。で、どこまで引っ張られるか。初当たりの時のレア役で天波当選してて、それが持ち越されてすぐ引いた強チェリーで C に昇格させたんかな。もしかしたら380アベシ獲得ってことは2ゴロで当たったかな。はい、230アベシで残り159アベシ。これが4回目の初当たり。すいません、多分見ただけで遊ばったやつです。はい、突発124枚。はい、残り159秒です。お、赤うわ、なし。というわけで162アベシからきついな。初当たり4回のうち3回単発。ほい、では2ゴロ解除なしと立て続けに引いた小役での前半なかったところでもう一度回りを見に行きたいと思います。状況が少しずつ見えてきたんですけども、今のところ C と言えば、まあ、良さそうな台が、バラバラというか、まあ、全体的に、ばらけてあると固まってる傾向ではないので、まあ、それをもとにこの後、打つ台絞っていこうかなと思うんですけど、とりあえず僕の打ってる転生はまだ全然打てるレベルの台なので、まあ、今打ってる台引き続き打ちながら周りの状況をチクチク把握しに行こうかなと思います。312アベシです。162ゲーム312アベシチャンスリプレイから手払う時です。80アベシ獲得。
185アベシ8点です。188ゲーム、465アベシ、連勝モードでの大手花月を呼び253ゲーム、693アベシ、連勝モードでの花月。804アベシ8点、280ゲーム、804アベシ、前半の時お赤帯、よし2点いってるでしょう。さすがに大丈夫でしょう。130アベシ獲得。867アベシで会場67ベシ残り、だけ289ゲーム、総投手が1050枚、なんとか行ってくれて初当たり取れましたけども、まあ、とりあえずこの台の挙動としては、まあ、2ゴロ超えたのが5分の2で、今の1回は結局 B いてくれてたという意味では、モード以降会場飯は悪くは別にないで、まあ、1100、1200くらいですけど今ジャックチェリー確率が今95分の1、で強チェリー160分の1と、まあ、全然悪くはないというところでは、まだこの台は全然粘る価値があるんじゃないかなと思います。ただその可能にいい当たりが強い傾向のもと打ってるんで、他の機種の可能とか可能にが強い挙動を示してくれれば、まあ、さらにいい要素というか自信持って打てるんですけど、まあ、今のところまだ見えてないのもあったりするんで、とりあえずこの台僕は僕でしっかりカウントしながら、その角付近の台はしっかりチェックしておこうかなと思います。勝負玉ここ、やっと3個処理で継続。勝負玉4個、ラスト、263枚、70安倍氏から、いやーきついな。896アベシ8点です。はい、275ゲーム、396アベシ、強チェリーから点破の時、95アベシ勝った。はい、ということで現在493アベシで持ちコインなくなったんで、追加投資1100枚目。ロングいってる、これ大チャンス。はい、
ということで252ゲーム710ヤブシテンションモードで前半の時高橋獲得。あら778ヤブシ、確か A の方が振り分けあるところかな。 A で高設定の方が振り分けある。そうですね。というわけで261ゲーム、総投資が1200万円。ああ一番弱いパターンね。よし。というわけで百列乱舞でかい。はい、というわけで百列ラウンド1セットで10個上出来。はい、勝負ダウン20個。うわー、なんか2連続ジャギ。はい、というわけで勝負玉3個消費で継続。5セット目。わー、赤はもらったっしょ。はい、というわけで本日2回目の百列乱舞。さあ今回も10個乗せよということで6個。まあまあまあいいですよ。それでもおまけっすからね。百列乱舞では合計25個。勝負玉20個。7個消費で継続。10セット目。さあ、なんとかこれで投資の1200枚届きました。使った。これでここからプラス。3
交渉に出会えたか。勝負の54歩発で継続。勝負ともに23歩発で継続。15セット目ということで、キョンチェリーからの SP バトル。16セットでスピーバトル終了です。十分で勝負玉が、3個か4個増えましたね。さあ15セット目のバトル勝負玉29個で
勝負玉10個消費で継続16セット目勝負玉24個というわけで今20連敗はい、ということで21個消費ユーザルセット目さあ、勝負玉があと3個になってしまいました。ここです。ラストはい、ということで17セット2853枚で終了です。はい、さあ、ただですよ、連勝ロングなんでね、今まだ初当たりうまいこといけばまだまだ引けるんでね。なんでとりあえずまあいろいろ見たい部分もあるんですけど、お37べし一競りとりあえず連勝を散るまではずっと頑張って回していきます。というわけで38試合目から天覇の時65試合はい、141ゲーム689試合で天覇の時188ゲーム877でしたあの時298ゲーム1387でしから定めの時314ゲーム1403でしてあの時おそらく定め行く直前に強チェリー引いてそれでは天覇行ってないんで連勝ロングは終わってますね。でおそらくこれがチャンスリプレイかな、あ勝負リプレイかなからの天覇現在1403あるしでこれで決まりですね。貯金を作るだけ作りたい。予定で700だから今合計したら2300あるしぐらいあります。はい、ということで獲得が920アベシ。はい、ということで1469アベシで当選、残り850アベシ、336ゲームです。マッチコインで当たりました。
個。おお、すごい豪華今の。二個賞秀健太くん。二セット目。勝負玉は二個。ラスト。はい、というわけで2セット281枚。はい、854あるし青色。お、天国じゃないですか。当選110あるし、で残り740あるし。はい、4セット枚数引き継ぎ771枚でした。さあ残り744あるし。うわー、ないかというわけで747目。はい、というわけで2号6解除なし、天下なしのところでマリオ見に行きたいと思います。さあ、まあ、状況が結構まあ分かってきたというか見えてきたところなんですけども、まあ朝そして狙い方で言ってた、まあ、角付近が強いっていう傾向をもとにやってきたのは、まあ、前代がそういう感じではないんで、まあ、角が強いんじゃないかっていうのは、まあ、今日に関しては一回忘れた方がいいかなと思うところで、棋士的に C と言えば強い、もしくはちょっと強いんじゃないかと思うのが置き時が11台中10台、まあ、一応現状プラスになってる、で偶数っぽい台もちょこちょこあるといったところなんですけども、まあ、打てる時間ももう限られてきてるんで、今から空き台の置き時を、改めてこすれて打ち出すっていうのはかなりリスクも高くなってしまっているので、まあ、置き時は打っても、まあ、ピンポイントでもう伸び狙いで打てたら打つっていう感じで、ホールさんが結構密集している地域で人の出入りもかなり激しいので、まあ、ゾーン狙い、天井狙いがここからでもかなりしにくいで、僕が打ってる転生がちょっと弱くなってきたんですけども、多分悪くても中間はありそうなので、まあ、今打ってる転生でもう一頑張りしようかなと思います。さあ打っている転生、まあ、これが、まあ、10回目のモード移行なんですけども、まあ、9回初当たり引いて、まあまあアビス2は、まあ、ご覧いただいた通り強制解除ゼロで、まあ、そこそこいい具合に当たってくれてるというところは、全然設定5、6も見えるぐらいなんですけども、ちょっと攻略確率がかなり悪くなってきたんですよね。強チェリーが今190分の1、弱チェリーが92分の1とちょっと、まあ、あんまり気にしなくてもいいんですけど、さすがにちょっと弱くなってきた。で、残り時間も、まあ、あと打ってても2時間ぐらいで、現状のサマイがプラス1500枚か1600枚ぐらいっていうのを考えると、ちょっと押し引きだけはしっかり抱えようかなと思います。
625ゲーム660サービス点の時、45アベシ、あれなんかまさかすぎるとこで当たった。690アベシ、とりあえず良かったとしか、基本はそこ B の方が当たりやすかったところやと思うんですけど、ちょっとはっきり覚えてないです。そしてオーラは赤、持ちコインで当たりました。ただちょっと減りましたね。多分今プラス700枚ぐらいまでちょっと減っちゃいました。3個、ラスト大単発142枚、はい、というわけで20阿部氏から燃焼モードを終了確認したところで、現在629安倍氏で、まあ、この台設定的にはもうほぼほぼあっても4というところで、自分の中で落ち着いたところで、まあ、ここから天井狙いもできなくはないんですけども、まあ、相当無理することになってしまうので、まあ、残り時間と、まあ、現状の差まで考えて、まあ、今日はこのタイミングで実戦終了にしようかなと思います。回収が1710枚でした。お疲れ様です。実戦終了いたしました。本日の立ち回りなんですけれども、最終的に朝市から北斗の拳転生の章を1台打ち切りまして、まあ、挙動は良かったんですけれども、まあ、展開になかなか恵まれず、まあ、出玉をそこまで大量に取ることはできませんでした。ただ、中間設定っぽかったので、まあ、それに座っていたことは間違いじゃなかったんですけれども、まあ、朝市から言っていた稼働稼働にあたりが強い傾向にあるんじゃないかなというところで、今日に限っては、まあ、そういった傾向が見られなかったので、まあ、今日の反省というのを生かして、まあ、次回こちらのホールさんで実践させていただく機会ありましたら、まあ、しっかり下見して、実践に生かせたらなと思います。本日の結果、投資1200枚、回収が1710枚、差枚がプラスの510枚という結果になりました。本日勝利することができましたので、まあ、次回もしっかり勝てるように立ち回っていきますので、応援よろしくお願いいたします。一番長い雑誌ジャンバリ関東版フリーペーパー読んでるの。都会の情報いっぺん詰まってっから、いっぺん読んでみ。いいよ、読んでみ。言うと思った。持ってる。しかも私の方が読み込んでるな、それはな。え、野沢さんの漫画の知ってるか。知ってんの。さらにな、これもうこれすっげー衝撃だからね。いくよ、せーの。見た、今見た。ちょっと嫌だった。エロ、しかも、かわいいな、こいつ。かわいい。
これジャンバリ関東マンすげえな。すっげえな。友達みんな知ってっかな。知ってっけ。教えたらうちら私ヒーローになれるだよ。ヒーロー、いいな、かっけえな、かっけえな。ヒーローになれって、なれって。あ、しかもヒーロー、今度あなたがヒーローだと書いてある。今度はあなたがヒーローか。すげえな。ヒーローなっぺ。かぶってる、かぶってる。ヒーローなっぺ。ヒーローなってくっぺ。いくべ、いくべ、いくべ、欲しいっぺ。おー、これはいい、これはいい。